大中寺は、栃木県栃木市太平町、西山殿にある、総統州の寺院で、石造説の一つ。三号は、太平山。伝承によれば、1154年、新聞州寺院として創建されたという。1489年、在地豪族の小山清張が開安妙喜びを、開山に招いて再興。この時が、実質的な創建とみなされる。 天マ王院の中高解散でもある土川柴昭越が大中寺二世となった。天文から工事の頃、五世海案、戸狩里サトの時、光景をめぐって無学衆は、林のもとに、ふんと海藻寮喜びの間に争いがあり、寺は二つに分裂。小山高朝によって、下津賀郡、江の元村に、新たな大中寺が建立され、無学衆はそちらへ移った。 山田の大中寺は後輩するが、1562年、海藻の弟子の天霊憎法が再興した。また、海藻が、上杉謙信のお辞にあたることから、謙信によって、伽藍が整備された。1591年、当時は、徳川家康により、総当州の関八州総六職に任命され、1612年には、下大佐の僧寧寺、武蔵の流田やからと共に、 天下大総録の一となる。天下大総録とは、寺院の本末制度とは別に、末寺数の多い日本各地の総統州寺院を参加において管理させる寺院として、上記参加寺を指定したものである。参加寺は月番で、総統州の事務を取り仕切り、大本山永平寺の住職はこれら参加寺の住職経験者から選任された。 ウげつ物語には血声の哀愁から鬼に変じた僧が登場する青ずきなどという話がある。境内には青ずきの伝説に関わる根なし富士など大中寺七不思議と呼ばれるものがある。ありがとうございます。